パック語りによると反乱軍の一人がエルスエーニョの居場所を突き止めたかもしれないそうよ。直接行って情報を聞き出して。ここが合流地点だ。何かおかしい。行くぞ。くそ、反乱軍のリーダーアマルの死体だ。カルテルから助けてやったのにな。パックに電話してるが繋がらない。パックたちがカルテルと戦ったのか。それで逃げたとか。ここで争いがあったとは考えにくい。ボーマンに電話する。パックから連絡があったかもしれない。ボーマン、問題発生だ。パックと合流することになった。パックと？今どこなの？聞いてくれ。合流場所でアバルの死体を見つけた。そっちに連絡は行ってないか。パックカドリなら私とプカラにいるわ。ボーマン、ボーマン、一体何が起きてるんだ？わからない。ボーマンのところへ急ぐぞ。CIA 局員をこんな風に言うとは思わなかったが、奴らがボーマンに危害を加えたらこの国ごと燃やして報復してやる。ああ、同感だ。ボーマンはパックといると言ってた。その後電話が切れた。衛星に問題があったのかもしれない。パックが裏切ったのかもしれない。ウィーバー、フカラでボーマンがいた場所を特定できるか。了解。反乱軍が突き止めたわ。パックは公開処刑する気なのよ。コンタクト、反乱軍だ。撃つぞ。準備はいいか？撃て。コピー。小さめの墓もあるんだな。幹部クラスの墓だ。これくらいなら俺にもふさわしいって言えるな。お前シールズかよ。特殊部隊員にこんな墓は必要ないはずだ。
けるんだ。敵を始末した。両手を上げろ、早く。構わんが、残念ながら今手が塞がっている。どこなの？顔を拝ませて。置くんだ。いいだろう。アディアス、セニョール・カタリ。撃たれたくないんだったら5秒以内に膝をついて手を頭の後ろで組んで。電話に出た方がいいぞ、ボーマン捜査官。はい、はい、はい。あの、意味が分かりません。しかしそれはできません。ですからそれはお願いします。私は、でも、はい、わかりました。クソ、クソ、クソ、ボーマ、くたばれ、クソったれ。どうしたんだ、ボーマン。全面面積を、こいつ取引して。誰とだ。誰って、司法省よ。おい、待てよ、まさか。他のカルテルの首を4つ差し出した。ヘロインを密輸してるテロ集団も。ライバル組織か。お前、一体何をしたんだ。だから言っただろう、力があれば他はついてくると。さて、申し訳ないが、セニョーラ・ボーマン、昨日までは敵だったかもしれないが、今日は私の運転手だ。上司のところに連れて行け。ごめんなさい。NOC カレン・ボーマン、ボリビア計画作戦報告。公式にキングスレイヤー作戦は成功したわ。サンタ・ブランカ麻薬カルテルは壊滅。ユニダットは力を大きく落とした。政府内では大規模な改革が起きている。リッキー・サンドバル捜査官殺人事件の捜査は継続してるけど、犯人は無力化されたと確信している。最も重要なのは、エルス・エイノという男がもはや存在しないこと。彼は秘密情報提供者 387-26B になった。 387-26B は正真正銘の情報の宝庫よ。ラスマノス・ムエルタ・カルテルの会計士が先週メキシコの海兵隊に射殺されたのも、アルサイーフのテロリストがオーストリアで先月逮捕された件も、コルシカの銃器密輸商が西アフリカで消された件も、全てかつてエルスエーニョと呼ばれた密告者のおかげ。取引条件は、情報を提供し続ける限り新鮮な空気を自由に吸わせてやるということ。当然ながら自分の仲間は売ってない。どれも奴のライバル組織の関係者よ。でも古い格言通り、敵の敵はそれでも敵ってこと。奴の見返りは何か。邪魔な奴を排除すること以外で。フロリダ州パインクレストの高級マンションね。無料の食事、50ドルの日当、そしてペイパービューが見放題。全て税金で賄われてる。もちろん自由なんて曖昧な言葉よ。やつの生活は24時間監視下に置かれ、住み込みの護衛官に全部屋カメラ付き。元麻薬王がどんな風に用を足すか知りたい？そんなに面白くないわよ。どうせこれはほとんど黒塗りされるから、私が未来を予知してあげる。そうね、いつかは終わる。
情報が尽きれば CIA は証人保護プログラムの費用を出し続けるはずがない。よくてメキシコが収まきながら引き渡しを申請し、奴は1週間ほど服役した後、見張りのいない洗濯物用トラックの荷台に消えるってところかしら。悪ければ奴を放免することになる。東ヨーロッパの片隅で数週間バカンスした後にエルサルバドルへ、新しいカルテルを始める。エル・レナシメントっていう名前でね、再生って意味よ。それからペルーに行ってそこのコカ取引を乗っ取る。でも今度は商売の手を広げ、覚醒剤の製造、中東からのヘロイン、 MDMA、 バスソルト、ステロイド、飲みたい、吸いたい、注射したいユーザーがいれば、やつは製造して運んで売る。そんなことはさせない。私がやつを待ち受けてる。私と私の仲間が、工作員たち、姿はなく音も立てず存在すらしない。それでも悪夢に出てくる連中よ。ボーマンアウト。